目的地なんだけど、カリンがフューリーの場所を知ってるって。私とエフォールはフューリーを回収する部署にいましたから、まだ回収されていないフューリーの場所をいくつかは把握しております。ならばまずはそこに向かいましょう。ファング君がフューリーを追っていてくれれば、いつかフューリーのある場所で出会えるはず。今はそれを信じるしかありませんからね。エフォール、体の方はもう大丈夫ですか？平気。昔から頑丈だから。コンディションスキャン。シャルマン、彼女は全開とは言えないが戦闘に支障はない模様。わかりました。ならば一緒に行きましょう。うん、頑張る。さて、願わくばそろそろファング君にご登場いただきたいところですが。あんま信用してないんですね、ファングのこと。彼のことはそれなりに評価はしていますよ。あくまでそれなりにですが。行きましょう。せめてフューリーだけでも持ち帰らなくてはね。もう何でもいいから早く出てきてよ、ファング。パートナーの私が恥かくんだからさ。ところでさ、エフォールって喋れたんだね。前に会った時はサツサツ言ってたけど。サツ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 。なんでそんな恥ずかしい過去を知ってやがる。ぶっ殺されてえのかこの野郎と、エフォールは申しております。あ、やっぱり昔はそうだったんだ。長い間エフォールは戦うことしか知らないかわいそうな子だったのです。けれどそれを哀れに思って、私がエフォールをじっくりと教育し直しました。今では興奮した時にしかあの頃の面影を見ることはできません。殺滅殺暴殺。思い出したくないくらい恥ずかしい過去だから、さっさと忘れて二度と口にするんじゃねえぞ、この薄らトンカチと、エフォールは申しております。ごめん。どうしました？置いていきますよ。もう言わないから落ち着いて。行こう、エフォール。わかればいい。あった、フューリーだよ。まだ誰にも取られてなかったみたい。よし、ではすぐに回収して。シャルマン、敵性勢力の接近を確認した。すんなり回収というわけにはいきませんか。まあそれくらいでなくては面白くありませんかね。来る。鬱陶しいぜ。どいつが相手だ。さて、覚悟しな。出番。任せておいて。行くぜ。くらい。キュウイ、準備してしまいだね。行くぞ。やらせてもらう。頑張る。もう怒るぜ。行くよ。行くぜ。手加減せん。覚悟しな。出番。覚悟しろよ。燃えてきたね。このビチグソだ。とりあえずフューリーは無事に回収できましたね。案の定ファング君は現れませんでしたが。やっぱ信じてなかったんですね。無理もないけど。そう都合よくことは運ばないと思っているだけですよ。彼の知的レベルは少ししか疑っていません。さて、ここで待っているわけにもいきませんし、次の場所に向かうとしましょうか。お腹すいた。私もね。シャルマン様、次の探索の前に一回街に戻りましょうよ。緊迫感というものがないんですか、あなた方は。
だって飲まず食わずでここまで来たんですよ。次のフューリーの在処に水や食べ物があるかどうかもわからないし。仕方ありませんね。わかりました。ですが腹ごしらえをしたらすぐに出発ですよ。さすがシャルマン様、話がわかる。よし、じゃあ戻ろう戻ろう。やれやれ、主が主なら妖精も妖精というか。お、シャルマン様、何か言いました？ いえ、何も。人を探していらっしゃるのですか？ええ、目つきが悪く黒っぽい上着を着ています。それとフェンサーなので剣を持っているかと。ごめんなさい、思い当たる節はあいにくと。いえ、いいんです、気にしないでください。はい、それでは。やれやれ、人探しというのも難しいものですね。おっと、そこのイケメンお兄さん、お得な情報があるんだけど買わない？あなた、聞いたよ聞いたよ、人を探してるんでしょ。お目当ての人の情報がなんとこのお値段。しかも今ならさっきのお姉さんの3サイズまでついてくるけど、どう？買わない？3サイズの方は結構ですよ。女体の神秘は己の手で知るべきものです。それよりも目当ての人間というのはひょっとして。それはもちろん、お兄さんが探してる黒い上着で目つきの悪いフェンサーのこと。いいでしょう、その情報買わせていただきますよ。えへへ、毎度あり。それでその男はどこに？クラビーセ洞窟に入っていくのを見たって噂だよ。相当な腕の持ち主で、襲ってきた盗賊を一瞬で返り討ちにしちゃったってさ。見つかるといいね。じゃあ私はこれで。シャルマン様、お待たせ。汗かいたからシャワー浴びちゃった。エフォールも浴びた。それは結構、綺麗好きな女性は嫌いではありませんよ。それよりも皆さん、次の目的地を変更しましょう。ファング君らしき人物を見たという情報がありました。え、本当に？確実かどうかは分かりません。しかし今はそんな情報でも当てにするしかないですからね。さあ行きましょう。本当にこんなところにファングがいるのかな。食べ物なんか何もなさそうだし、フューリーがあるかどうかだって。確かなのは目つきの悪い黒い上着のフェンサーがここに入っていったということだけです。しかしそんな人間はそうそういませんしね。確かに。さあ急ぎましょう、入れ違いになってしまう可能性もありますからね。あれは何者だ？あれってドルファの。よくご存知ですね。あれはアポローネス、かつてのドルファ四天王の一人です。かつてってことは今は違うの？アポローネスは私たちよりもはるかに前にドルファを辞めています。後日幾人もの追っ手が差し向けられましたが、そのすべてを返り討ちにし、差し子のドルファも彼を追うことを諦めたと聞きました。なるほど、黒い上着に鋭い目つき。どうやら僕が手に入れた情報は彼のことだったようですね。そこにいるのはエフォールか。久しぶりの追っ手がお前とはな。違う、エフォールもドルファを辞めた。彼女の言う通りです。
僕たちは知人の足跡を追ってここを訪れたに過ぎません。もっともそれも人違いだったようですがね。ですがここでアポローネスと出会えたのは幸いです。彼が私たちの味方についてくれればこんなに心強いことはありません。確かにそうですね。今は少しでも味方が多い方がいい。どうでしょうアポローネス、僕たちと共に。シャーッ！いきなり仕掛けてくるとはどういうつもりですか。あいにくと私はドルファなどに興味がない。私がドルファを抜けた理由はただ一つ、己が剣を磨くため。これ以上奴らの元にいる必要性を感じなくなったというだけのこと。貴様はかなりの腕と見たぞ。我が魂を震えさせるほどの腕の持ち主は久しぶりだ。私とここで立ち会え。貴様ほどの腕の持ち主と試合えば我が剣は確実にさらなる高みに到達する。シャルマン様、こんなの相手にしてられないですよ。ここは逃げちゃった方が。そうしたいのは山々ですが、ここで背を向ければ確実に殺されますよ。カレン、ポジティブ。手加減して勝てる相手ではない。シャルマンというのか、会えて嬉しいぞ。未知の強者に会える喜びこそ至上。そのものと刃を交えられるならばさらなり。くそ、来い、セグロ。と片付ける。ボコるぜ。計らせてもらおう。行くぜ。頑張る。行くぞ。覚悟しや。これほどとはな。このままでは無人の名折れ。この一撃にかけよう。まだ倒れる。この一撃しか油断するには簡単的に。しまいだれ、しまいや。悪いがもろたで。紙一重の差でしたが僕の勝ちのようですね。私が破れるとはバカな。アポローネス、一緒に。ええ、どうか私たちと行動を共にしてください。あなたの力があればドルファに対抗することも決して夢ではなくなるのです。言ったはずだ。我が関心事は己が剣の剣算のみ。殺すがいい。剣士にとって敗北は死でなければならぬ。実に立派な心がけです。以前の僕ならあなたの望み通りにしていたかもしれませんね。シャルマン様。ですが今の僕はこう考えています。君ほどの男の命無意味に散らすことはできぬ。邪神に支配されたこの世界を救うためにも。そのような情けなど無用。この手で。やめなさい。あなたの命僕が預かりましょう。剣の奥義を極めるためには何度も死ななければならない。そのために生きるのです。私にとって強さこそ全て。そして貴様は剣の道を知る者。何よりですね。歓迎しますよアポローネス。どうなることかと思った。ここのフューリーも回収しておきました。町に戻って次の目的地を決めましょうか。